ありがとうございます東北大学薬学研究科の茂野ですよろしくお願いします すみません。ちょっとあのスライド私、私ちょっと予定したやつと違ったんですが、私たちはあの特にあの活性な塩基を用いることで有機化合物、その炭炭炭素水素結合にその二酸化炭素 CO2 を取り込ませる、そして不効果価値のカルボン酸を合成する手法として確立することを目指し研究を行っております。えちょっと二酸化炭素の現状、空気中の濃度について確認させていただきます。 産業革命以前は 280ppm であったのが今増加の一途をたどって 408ppm まで至っております現在ではこれはセーフティーリミットとされる 350ppm をすでに超過している値にありますしたがって CO2 を有効活用する技術の開発が産学問わず非常に重要とされておりますこれはカーボンリサイクルに位置づけられる技術でありますここでは主に2つのやり方がありまして この回収する技術、そしてそれを活用する技術、この2つに大別されます。私たちは特にこの回収したものを用いて、有効活用する技術として、高付加価値物質の化学製品、これを与える技術として、確立していきたいというふうに考えております。これは循環経済の構築に資するものであります。経済発展をしつつ、循環型の社会を構築する、そういった技術に相当するものであります。 特にこのような方向属ン便ン艦を有するようなカルボン酸を合成する手法として確立することを目指しております。これはさまざまな機能性物質に含まれる基本的な構造であります。例えば医薬品、高負荷価物質の代名詞でありますがアスピリンはいまだにバイエル社が年間1000億円の売り上げを誇っております。またアトロバスタチンに関しましてはこれ,これは 1kg 数百万円のオーダーで現在でも販売されております。 こういった高付加価値物質を与える方法のを確立することを目指しております。実際にこれまで工業化された CO2 固定というのもいくつかあります。正しい有機分子を形作るこの炭素圧結合形成を行えるもの、これはこの唯一サリチル酸合成のみであります。これはコルベ・シュミットが1860年に開発したものでありまして、160年経った今でもこの一つに限られている現状であります。 したがってさまざまな分子をこのように CO2 固定できるそういった一般性が高い方法論の開発が強く望まれております実際にここ十数年間のうちにそのような技術の進展が見られております私たちと同様ブレンステル塩基を用いる反応系としてはたかし比較的酸性度が高く活性な基質に限られておりました この酸の使用として PK というものがありこれが小さいほど活性が高い気質であります実際にここで PK27 程度のものは利用できますが PK30 を回るよう,るような気質には適用できませんでした私たちはこのようなリチウム不特サイド・フッカセシウムクラウンエーテルを組み合わせた複合ブレンステ電気を用いると PK32 以上の気質に適用できることを見にしました これは酸性度でいうと10の5 0倍すなわち10万倍以上酸性度が低い極めて活性が低いものまで適用できる高活性な反応系を開発したものであります本研究では今の技術を基盤としさまざまな分子に CO2 を固定化させる技術を開発することを目指します特に私たちのグループでは反応開発そして最適化を目指し また連携研究におきましてスケールアップ100キログラムからトーンオーダーのレベルまで持っていくことを目指しております現在、化学あるいは高分子、医薬品、農薬系など有機化学関連の企業の皆様と反応開発そして用途探索を進めていきたいと考えておりますこれをもとに CO2 の固定化を技術として実用化させることを目指しております以上ですどうもありがとうございます